アトムとの接触により感情というバグが生じたのです。シャドウ、貴様はこの事態を予測していたのか。はい。でもご安心ください、本当の決着はこれからです。決着？プルートの影、ダークプルート。プルートが獲得した全ての戦闘能力をコピーし、一切の感情を持たない。アトムが奴に勝利する可能性はゼロです。シャドウ、なぜ勝手に新しいロボットなど。あなたが私に命じたのですよ。アトムを倒す地上最強のロボットを作れと。進化か。ならば私もこの決着を見届けねばなるまい。もうやめろ。一体いつまでロボット同士を戦わせるつもりじゃ。まで予測していたか。いいえ。しかしこれではっきりしました。ロボットの能力を進化させるもの、それは心です。シャドウめ、私の元を去り再びアトムを試すらしい。天魔化せ、君はまだ自分の過ちに気づかんのか。過ちだと。アトムはシャドウが与えるさらなる試練にも打ち勝ち、必ずやロボットの王となるだろう。そして世界は変わる。私の思い描く世界へと。